草月流生け花の草月会神奈川県支部の中島京水でございます。草月流は2017年に草流90周年を迎えます。花は生けたら人になるという初代家元勅使河原宗風の言葉をモットーに、生け花を素晴らしいものだということを皆様に分かってほしいと思います。今回このスパニッシュスタイルを基調とした洋館ベーリックホールに、凛とした竹と気品あふれる百合を現代的な和の空間にお届けしたいと思い、行けました。シンプルで美しい姿にどこか神秘的なイメージを受ける、そんな心が癒される空間を演出できたらと思って行けました。百合の花は立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花と申しますように、百合の花は凛として気品あふれる気高いお花でございます。家の中にあふれるように生けても素晴らしいし、一輪だけでも本当に素晴らしい空間ができると思います。日常の中に百合の花、いろんな色があるんですけど、白、ピンク、赤、黄色あるんですけど、それどの色でも素敵なお花になります。今回のお花、竹と百合、それから夏ハゼを使っておりますけど、爽やかなイメージに仕上げたんですけど、この爽やかさを、夏の初夏らしい爽やかさを皆様にお届けできるような表情にしたいなと思いました。このベーリックホールには1階、2階と草月のお花をふんだんに生けております。たくさんの人が関わってきましたので、ぜひとも皆様にいらっしゃっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。